なんか随分中途半端なところから始まったわね。もう残り5人ですよ、お嬢様抜いて。む、あんなところに敵がいるわね。あの敵をどうするの？ああいう敵は、こうやって倒すのよ、ルイージー。お姉様それハマったの。あ、もう一人別の敵が来てますわ。ふふ、あいつもこれで一発よ。逆にお姉様が死にそうなんだけど。残り体力が3しかありませんね。これはもう 100% 負けたでしょ。それでも私は勝っちゃうんだな。ちょっと、なんで負けてるのよ。敵に怒らないでください妹様。しかしギリギリだったわね。一発でも当たってたら確実に死んでたのに。ちょっとは私の応援しなさいよ。包帯があるので少しは回復できますね。さっきの敵のアイテムも回収しないとね。残り人数は3人か。今回も勝利を飾ってやるわよ。ミニシールドポーションや回復キットがありますね。回復キットがあるのはラッキーね。あんまり回復キット持ってないからねみんな。体力も回復したし、次のアンチにも入ったし、準備万端ね。あの上に敵がいるんですか？あ、飛び降りてきたわ。若干嵐に飲まれてたわね。さて、それじゃあ狙うわよ。あ、ヒットしましたね。だいぶこの武器の偏差にも慣れてきたわ。これであの敵は回復してなければ、かなり体力がローの状態ね。残り3人ということは、もう一人どこかにいるはずですが、今は見えてる敵をやるわよ。で、そこから漁夫乗りでやられると。やられないわよ。しかしさっきの敵、どこに隠れたんでしょうか？もう下に逃げたか。いや、上にいたわ。まだそんなところにいたのか。どうやら建築しながら進んでくるみたいですね。問答無用で撃つわ。そのまま嵐に飲まれてたようならよ。それじゃあ前回と全く一緒じゃない？いや、まだ一人残ってるから大丈夫よ。こういう時に後ろから来られたら最悪ですよね。大丈夫よ、後ろから来ることは多分ないわ。あ、お姉様が珍しく建築したわ。さらに一発、敵にヘッドショットが入りましたね。お前が死ぬまで秒読み何秒かしら。ポン、ポン。お姉様がグレネードランチャーを打ち込んだわ。そこは爆撃地帯よ。そしてこれが見事に敵にヒットを。グレネードランチャーで敵が飛んだわね。さて、それじゃああいつのアイテムを。いえ、お嬢様最後の敵がいます。うわ、あいつなんて物を撃ってきてるのよ。これはロケットランチャーかな。もうアイテムは拾いに行けませんね。ただ相手のとの距離が結構あるわ。私から詰めるか、相手が詰めてくるか、あちらの方がアンチから遠いですからね。当然敵がこっちに寄ってくるわね。オラオラオラ、建築なんかさせないわよ。ここでお嬢様またもやグレネードランチャーですか。ポンポンポンとね。ただ相手は当たるとライフルで返してきてるけど。今のでかなり体力が削られてしまいましたわ。ポン、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 ポン。その目をやめろ。グレネードランチャーが相手の建築物を次々と破壊していきます。ほらほら、まだまだ行くわよ。お姉様、届いてないわ。建築しながら行かないとね。あ、相手に撃たれてます。おっと、危ない危ない。あ、勝ったわ。またこんな勝ち方。何よ、何か文句あるの？なんか前回も今回もどさくさ紛れで優勝したみたいだわ。何言ってるのよ。私はちゃんと計算して打ち込んだのよ。また元気よく回ってますね。またブレイクダンスだし。ブレイクダンスをバカにするんじゃないわよ。一体ブレイクダンスに何の思い入れがあるのよ。よし、それじゃあもう一試合行くわよ。今日は2試合ですか。どうやら今日スマホ版のフォートナイトリリースだったみたいだからね。へえ、今日からできるようになったんだ。これでさらにこのゲームを知る人が増えますね。でもそれと、今日2試合やるの何の関係があるの？え、ないわよ。ないんだ。強いて言うならあれね、スマホ版リリースおめでとう記念よ。なんだそれ。とりあえずもう一回優勝目指して頑張りましょうお嬢様。そうね。めっちゃカットしたわね。よく聞きなさいクラン。何よ。ここに来るまで本当に何も起こらなかったわ。かなり戦闘が起こりやすい序盤ですら、誰にも会わなかったわ。あの農場に降りたのお嬢様だけでしたからね。そして誰かに会えないかと思ってここまで来たけど、未だに誰にも会えてないわ。つまりお姉様はぼっちなのね。違う、ようやく敵がいるみたいですよお嬢様。どうやら向こう側にいるみたいね。どうするのお姉様突撃するの？いや、どうやら二人でやり合ってるみたいだから、ここは漁夫乗り作戦よ。どちらかが死んだら突撃するというやつですね。このゲームはそれが強いのよ。お姉様はまだバレてないみたいね。撃ってもいないし、足音もこの位置じゃ聞こえないでしょ。ですがお嬢様、この位置は結構危ないですわ。わかってるわよ、嵐が近いって言うんでしょ。未だにお姉様嵐に飲まれて死ぬもんね。死なないし。よし、それじゃあ突撃するわよ。大丈夫ですかこんなに音立てて。これくらいは仕方ないわ。あ、下に早速敵がいるわ。うん、これは一気にったわ。ですが結構ダメージ与えられたみたいです。そして、もう一人は上側にいるみたいね。本当だ、あそこでぶつかり合いそう。さ、狙っていきましょうかね、漁夫乗り。この点取った感じあまりダメージ通りませんか。少し与えるくらいでいいのよ。さあ一体どっちが勝つのか。こんなに勝ったのは左側にいる敵みたいね。ここでお嬢様が無敵を倒して、漁夫乗り作戦成功ってことですね。逆にお姉様倒されるんじゃない？ふ、まあ見てなさい。相手は木の裏に隠れてしまいましたが、今から私がとんでもないショットを決めてやるわよ。いつも通り謎の自信に満ち溢れてるわ。まさかこの上からスーパーウルトラマンのショット。全然当たってないんだけど。むしろ相手に当てられてますわ。やろう、私に恥をかけやがって。絶対許さないわよ。完全に役当たりだ。しっかりポンプショットガンでキルを取りましたね。ま、楽勝よ。しかも飛びながら叫んでたけど、あれ何？スーパーウルトラレミリアショットよ。だからそれが何なのよ。ネーミングセンス皆無だし。ご存知ない、スーパーウルトラレミリアショットを。誰でも知ってるみたいな反応やめろ。昨夜は知ってるわよね。知りませんわ。スーパーウルトライザヨイショットなら知ってます。なんなのよ二人とも。昨夜はネーミングセンスないわね。お姉様もね。あ、嵐が来ますわお嬢様。今倒した敵から色々手に入ったけど、使うのはあとね。ふう、なんとか無傷でアンチに来れたわね。あ、追いつかれなかったんだ。当然よ。シールドポーションも二つ飲んで、アーマー値がマックスですね。体力もほとんどあるし、状態は結構いいわね。さっきここら辺に敵がいたはずなんだけど。あ、今左で飛んでるのが一瞬見えましたわ。
後ろから失礼するわ。しかしここは気に邪魔される。今ので指示されてしまいましたね。当たらないわ。そこで毎回恒例のお姉様のクソエイム発動。勝手に毎回恒例にしてるんじゃないわよ。敵は建築をし始めましたね。それに合わせてお姉様も木の階段を作っていくけど、さてどうしようかしらね。相手の方が建築立派ですわ。お嬢様、立派かどうかなんて関係ないのよ。要はあいつが死んで私が生きてればいいのよ。おっと、一気に駆け上がるお姉様。しかしここで敵の反撃です。一瞬にして階段が破壊される。あいつ十分こっちに銃使ってるわね。ミニガンですかね。お姉様が一気に走って近づいていく。全くこっちに気づいてないわ。しっかりヘッドショットが決まりましたかね。このショットガン、やっぱり少し空いた距離でもダメージが出るみたい。2発目は142で出たからね。もう残り10人ですってお嬢様。私まだ2キルしかしてないわよ。今回はほとんど倒すことなく終わるかもね。っていうかそもそも優勝しないか。絶対してやるわ。あ、結構近くで撃ち合ってるみたいね。右、左、どちらにもいるみたいですが。って、言った？いきなり撃ってくるんじゃないわよ。いや、これバトルロイヤルだから。お嬢様なんとか壁を作って敵の銃弾を防いでいます。あの野郎絶対許さないわよ。結構作ったわね、壁。あいつ、一体どこに行った？お嬢様、あの犬の建物の上に。そっか。今のでさらにダメージもらっちゃったね。今は相手を狙うより、回復が先決ね。しかし、飲めるでしょうか。あ、相手が階段を作ってきたわ。まずい、上を取られる。これはお嬢様一方的にの症状。ほらしかしここでまたヘッドショットだ。一撃で敵を沈めました。ルイージー。それやめろ。しかも全然楽勝じゃなかったじゃん。エイムでゴリ押しましたね。ふふ、勝てばいいのよ勝てば。でも確かに今のヘッドショットはよく決まったわね。頭を狙うのはやっぱり大事ね。敵が包帯落としたみたいですし、体力は大丈夫そうですね。嵐が来るまでまだ時間もあるわ。この距離ならアンチまで楽勝か。残り敵プレイヤーは7人です。途中回復しっぱがあって、体力が100まで回復したわ。今は嵐が迫ってきてる状況ね。あ、敵がいました。バレてない、バレてない。そしてその隙を越えて、結構いいダメージ。相手は車の裏に。そこから建築してるわね。ははは、作ったところから壊してやるわ。だいぶ接近されてますよ、お嬢様。どういうのはどんどん近づいていくのよ。普通ならこっちも建築すると思うんだけど。あ、それよりも嵐が。ここ範囲外だったのね。夢中になってて気づかなかったわ。さあこの戦い一体どうなるかしら。出てきたところを、一発で弾射。お嬢様が決めましたね。敵は一番大事な嵐から出るところだけ。壁を作らなかったわね。なんでかしら、わかりませんわ。何よこの武器。エッグランチャー、最近追加された武器かしら。面白そうだから拾っておくわ。今の戦闘でお嬢様はほとんどダメージ食らってませんね。食らったのは嵐のダメージだけみたい。それにしても、次のアンチが結構遠いわね。アンチに行くまでの道が怖いですわ。用心していくしかないわね。至るところからバンバン聞こえるわね。もうかなり範囲も狭いからね。あの上に登ってみようかしら。あの上に敵はいるんでしょうか。いや、下にいたわ。ここは速攻で倒していったわね。ですが他の敵にすぐ狙われます。結構痛いじゃない。お姉様が持ってるのはミニシールドポーションだけか。あまりダメージは食らいたくありませんね。ここには敵いないみたいだけど、さっきの上から狙ってきてたやつにはお姉様の位置がバレてるわ。問題はここから相手がどう出てくるかですね。そしてアンチにギリギリ入ってないお姉様。数十秒後には動かないといけないわね。ですが動きたくもなかなか動けないお嬢様。あの上のやつ、まだ私を見てるのかしら。いや、なんか撃ってきたわよ。あれ、これはダメですか。次々とこの建築を破壊していく。あの野郎強行手段に出たわね。どうするんですかお嬢様。こっちは強行突破よ。一気にここまで来たわね。坂の下でギリギリアンチに入れますかね。本当にギリギリの場所ね。こっち側に敵がいたと思うんだけど、姿が見えたんですか。いや、銃声よ。ここにアイテムがいっぱい落ちてるわ。そしてあっちで銃弾が飛び交ってます。おっと、これはキルチャンスね。いけ、エッグランだ。わぁ、なんか名前が出てる。それ気になるなんですかお嬢様。やばい、違う敵にフォーカスされたわ。上から撃ってきてるわね。そしてさっきの卵で敵が死亡しました。やはり爆発物は強いわね。これで残り人数はお姉様抜いて3人ね。さて、この塔にいるやつをどう引っ張り出すか。まさかお嬢様エッグランチャーで。そのまさかだったみたい。壁に落ちる前に卵が爆発してしまってますわ。これじゃあてっぺんから崩せないわね。しかも今敵が私のことを撃ったわね。お嬢様右です。おっと、危ないわね。さて、私もあいつに乗っかって上に登るか。でも相手の方がもう先に上にいるんだよ。今頃こう登って行っても帰り討ちかしらね。建築でのバトルが発生していますね。やっぱり相手の方が高いか。お姉様諦めて下に降りる。こうなったら相手が降りてきたところをズドン作戦よ。相手はどこから降りてきますかね。まったく、違うやつにも狙われてるわ。急いで逃げるお姉様。っていうかもうこのタワーは無視よ。嵐が全てを飲み込んでいきます。あのタワーにいた敵はどうなったの。多分まだいると思うわよ。私はこっちに避難するけど。あ、正面に敵です。しかしここで敵が大きく飛んだ。あいつ、ジャンプ台を使ったか。絶妙なタイミングで逃げていきましたね。なんかあそこに敵がいそうだけど。あれはフェイク、中はもぬけの殻よ。あ、本当ですね、下に降りてます。それじゃあ今下に降りた敵を狙うわよ。どこで撃ち合ってる。あ、あのタワーの敵。お嬢様、ショットガンで撃ってる。わ、分かってるわよ。さあ、カーテン撃っていくお姉様。それは相手が撃つこともできませんね。さあ、これで残りは一人よ。どこにいるか分かってるの。いや、全く分かってないけど、でも私が上を取ってることは確実よ。それは大きなアドバンテージですね。ってことで相手が出てくるまで待つわ。あ、相手がどこにいるのかさっぱりわからないわ。
さっきから周りの木とか撃ってるもんね。あ、相手の方から出てきてくれましたよ。え、こんなところにいたの？当然や姉様はこの建物を撃っていく。相手の建築が早いか、お嬢様が壊す方が早いか。おらおらおら、誰に許可を得てそこに建てようとしてる。相手は防戦一本ね。お嬢様はまだまだダメがありますよ。建築なんて捨ててかかってきなさい。いや、このゲームで建築してたらダメでしょ。無駄な抵抗はやめなさい。今すぐ解放しよう。お嬢様は一体何役なんですか？あ、死んだ。ふふ、今回はブレイクダンスじゃないわよ。聞いてください。この負け犬が。ブレイクダンスより意味わかんないんだけど。何なんですかこの妹は。ってことで今回はここで終わりよ。スマホ版も出たみたいだし、みんなも楽しんでね。それじゃあね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽によろしくお願いします。ではまた次の動画で。